海沿いの防波堤で釣りをしていた2人の男性が高波にさらわれ海に転落たまたま近くでサーフィンのイベントが行われていて参加選手が救助に向かう一部始終がカメラに収められました先月20日日曜日ニュージャージー州の危険な高波で有名な海岸で高度な技術を競うサーフィンのイベントが行われていましたカメラに捉えられたのは 大荒れの海で行われた救出劇突風による高波の直撃を受け防波堤で釣りをしていた二人の男性が海に転落十八歳の看護学生ライシンガーさんはたまたま現場近くで泳いでいたサーファーの一人で サーーフボードを使って海にに落ちたた釣りり人の救助あます地元警備当局によりますとこの地域の海は危険で過去2年間で救助を要する事故が172件発生しているということです。